ミミックオクトパスは、軟体動物8腕類以上をクマダコカに属するタコの一種。英名が示す通り、様々な擬態を行うことで知られている。擬態を行う生物は他にもいるが、ミミックオクトパスは、擬態の種類の多さで群を抜いている。最初に報告されたのは1998年のことで、インドネシアスラウェシ島の海岸で、生物学者たちのグループが発見した。 当初、ミミックオクトパスは、インドネシア周辺の目に生息する種と思われていたが、2012年6月に、グレートバリアリーフの一角でも、同種のタコが発見された。現在判明している、生息範囲は、東西では、黄海ニューカレドニア島、南北では、タイランド湾、フィリピン、グレートバリアリーフに及ぶ。発見数が、最も多いのは、インドネシアである。 川口付近の水の濁った水深15メートルくらい下の砂地を好む。比較的小型のタコで腕を広げた大きさは最大で60センチメートルになる。本来の体色はめ茶褐色だが擬態を行う際は白と茶色の縞模様になる。食料は主に小型の魚類と甲殻類で海藻などは食べない。捕食時は周りの景色に溶け込むような擬態を行う。 人手に擬態中のミミックオクトパスミミックオクトパスは他の捕食者に擬態することで自らの身を守っており、このような擬態はベーツ型擬態と呼ばれている。この擬態を行う生物は他にもいるが、ミミックオクトパスは複数種類のベーツ型擬態を行うことに特色がある。何種類の擬態を行うのか正確な数は不明だが、 擬態の対象となるのは毒を持つ生物であることが多い。よく知られているものは以下の通り、これらの擬態は遭遇した捕食者の種類によって使い分けられている。例えばスズメダイの攻撃を受けた時はその天敵であるアオマダラウミヘビニーに対するありがとうございます。